はい、今日は芦北のビストロパザパさんにやってきました。あのね、ここでしか味わえない特別なオムライスがあるということでいただきたいと思います。なんだろうね。こんにちは、お邪魔します。わー、素敵なお店。いいですね、この窓から海が、はい、そうですね、眺められる、はい、嬉しい。知らぬい貝のオムライスです。知らぬい貝のオムライス、はい、大きいエビが乗ってますけどですね、あの足北で歌瀬舟で取る足赤エビが、もう足赤エビ大好きです。あ、そうなんです、はい、オムライスに足赤エビ、そしてこのクリームとかソースも、うん、ソースもエビを潰して作ってるソースなんで、うわー、美味しそう。エビの風味たっぷりです。いや、もうエビの香りがもうすごい嬉しい。ちょっとびっくりしました。これが知らぬい貝のオムライス。こんなに大きいエビがドドンと乗ってます。美味しそう。いただきます。濃厚な、そうですね、エビのソース、エビかなり使ってある、うん、いや本当にこの眺めも含めてここでしか味わえない時間になりますね。いや、もうみんな芦北に来たらここで知らぬい貝のオムライスぜひ食べてください。おすすめです。平井さんも映ってますよ。待ってます。おいしいよ。あのね、水俣のみんなにシラス食べたって言われたんですけど、まだ食べたことなくて、ついにシラスをいただきに来ました。すごいよ、見て、シラスドーンドーン大量に乗ってる。食べ方3箇条が載っておりますので、この通りにいただきたいと思います。その1、醤油を数滴落とし、シラスそのものを味わうべし。私もできた温泉卵、よね、このつゆも美味しいね。特製つゆと卵としらす、卵のまろやかさとしらすの塩気と、あ、めんつゆちょっと甘くて、めんつゆじゃないよ、特製つゆだよ。うん、おいしい。ここになんとたっぷりも十分なくらいしらす乗ってるのに、ここにおかわりしらすもあります。ありがたい。え、ちょっと待って、マヨネーズ、マヨネーズ合うのかな。マヨネーズからちょっとかけてみていいですか。かけます。マヨネーズとしらす美味しいかな、合うかな。合うね。水俣のしらす美味しい。なんだ、みんなもぜひ水俣で美味しいしらす食べてみてください。ここに来たらこの美味しい食べ方3箇条に従って食べてみてね。美味しいよ。